小学生など来館者が増える冬休みを前に、名古屋市科学館に今日、新型コロナの感染対策として除菌装置が設置されました。一体どんな装置なのでしょうか。子どもたちの知的好奇心を満たす施設として人気の名古屋市科学館。今日、新しく設置されたのはエスカレーターの手すりを除菌する装置です。この除菌装置はエスカレーターの手すりに直接取り付けられるもので、手すりが装置を通る間に除菌液とローラーで1度目の除菌を行い、続いて紫外線を照射して2度目の除菌をする仕組みです。この装置を寄贈した販売代理店によると、99.9% の除菌効果が認められていて、アジアやヨーロッパの国々31カ国で使用されているということです。こちらの科学館というのはやっぱり小学生であったりとか、非常に来られる場所なので、小学生の安心安全という部分で、こちらに寄贈に関してご相談させていただいた形になっております。